見ろあれ、バナナからワニが生えてるぞ。本当だ、変なバナナだ。バカだな、よく見ろ、あれワニからバナナが生えてんだろ。こんなやりとり前にもしたよ。あんたたち真面目にやんなさいよ。ルフィ、食料を取り返すんじゃなかったの？うおー、俺の飯。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。必殺カエボシ。まだだ、どれ。金よ。よし、行くか。まずいわね、こいつ強いわ。サンダーボルト、テンポ！まだだ。くそくそ、動け。俺が。行くわよ、サイクロンテンポ。まだだ。どうした、来い。きっちり肩をつけるとするか。サンダウンはつけてきた。なめないでね、こう見えてなかなかやるわよ。これを任せろ。行くか。行くぞ。
竜巻。まだだ。刀の髪にしてやる。こう見えてなかなかやるわい。任せて。どれどれ、いただき。ちわわわわわわわ、いちちちちち、うわっ、うわっ。よし、行くか。そっちか。一刀流、いよい、シッソンソン。まずいわね、こいつ強いわ。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。仕方ねえ。うさっぺえ。きっちり型をつけるとするか。鬼、相手が強そうだからって止まるだけだ。こんなぶっ飛ばしてやる。くらえ。邪魔だ。トップグリーンの多彩性見せてやる。ウソッペアホーム。まずいわね、こいつ。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。必殺煙星。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのいくか。竜巻。まずいわね。おい、ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのブレット。全員ぶっ飛ばして海賊王に俺はなる。
綱。そんな先生がやられちまうなんて。なんだ、てめえは戦わねえのか。勘弁してくれ。俺が砂族のボスをやってられたのは先生のおかげなんだ。それだってたまたま先生との交渉がうまくいったからで、俺には戦う力なんてこれっぽっちも。いいからお前、俺の水と飯返せ。みんなの飯な。スタッフ、今すぐに。これでもういいですよね。ほら、奪ったものはすべて返しましたし。ううん、よくないわ。私たち結局レインベースにどう行けばいいのか。そうでした。でしたら、ここから砂漠の方へ戻っていただきますと、ボーンブリッジキャニオンへの入り口がありましてですね。レインベースに行くにはまずそこを通って岩山を越えていただく必要があるかと。そう、わかったわ。とりあえずボーンブリッジキャニオンを目指せばいいのね。はい、さようでございますです。それでは皆様、よい。ちょっと待って。スタ、まだ何かご用で。私たち、あんたたちに散々迷惑をかけられたのに、こと今、あんたたちが悪どいことをやって溜め込んだお宝を、あた、スナフー、そんな、どうか、それだけは。あら、彼、ショックのあまり気絶したわね。まったく、よくこれで砂族のボスなんかやってられ。でもいいわ、ここは砂族のアジトだもの。お宝の隠し場所もどう。さあ、早速探すわよ。私の目は絶対にごまかせないんだから。いいから、ボーンブリッジキャニオンを目指そうぜ。場所に宝箱を置いたやつもいたもんだな。
キュやるぜ。なあ、ずいぶん奥まで来ちまったけど、そろそろさっきの大穴のとこまで戻った方がよくねえか。あ、私のお金。お前ら遅れるんじゃねえぞ。やるぞ。お前らに任せたこのゴムのブレッド。まだまだ。サンダーボルト。企んでやがるな。やるか。鬼斬り。早く回復しなきゃ。ウソップの一撃覚悟しろ。さてと次はどいつだ。ゴムゴムのガトリング。よし、飯にしよう。どっかに肉ねえのか。俺はの出番ね。よし。今の力を試すにはうってつけだな。俺の仲間にゴムゴムのガトリング。狙うならあっちにしなさいよ。サンダーボルト。もう少し休ませてくれてもよかったのに。行くぞ。三刀流奥義三千世界もらったぜ。クロカブト、お前の力を見せてやれ。だー全て計算通りだ。私の予報は百発百中。よっしゃ。
嘘をつくまでもねえ。行くぞ。うっさっぺぇ。覚悟しなさい。サンダーボルト、点火。次はないわよ。ゴムゴムのピストル。まだまだ。行くぞ。鬼。戦士だ。みっともない姿は見せねえ。俺様は勇敢なる海の戦士、キャプテンウソップ。力が戻ってくるのが分かるわ。カラフルなのはキノコ。ずいぶん。いいもんがあるじゃねえか。よっ。任せろ。よし。しっしっし。よし、行くぞ。あなたの体、変わってるのね。なんだこれ。綺麗だな。おい、不用意に近づくんじゃねえよ。危険なものだったらどうすんだ。ウソップが変な亀裂に吸い込まれた。ウソップどうなってるの。
ヒスタリアに吸い込まれたのよ。ヒスタリア？ええ、この割れ目はほつれた記憶が生んだもの。このメモリアは思い出の世界でも記憶は曖昧なものだから、どうしても歪みができて、このメモリアとは別のヒスタリアと呼ばれる空間が生成されてしまうの。じゃあウソップはそのヒスタリアってとこに飲み込まれちまったってことか。ええ。おい、リム、ウソップは無事なのか。多分。でも記憶のほつれに飲み込まれて戻ってきた人は誰もいないわ。行くぞみんな、ウソップを取り戻しに。ここがヒスタリアか。
きいた場所と同じように見えるけど。どこだ、ウソップ。残念だけど、あなたたちは行けなかったみたいね。リムちゃん、君も来たのか。いいえ、私は記憶のほつれに触れていないもの。行けなかったってどうして。どうやらヒスタリアに行けるのは選ばれたものだけ。それってみんな、チョッパーとゾロがいないわ。リム、俺たちはどうやったら向こうに行けるんだ。記憶のほつれを通ってヒスタリアに行けたのは彼らのみ。救出は二人に任せるしかないみたい。俺たちは信じて待つしかねえってことか。くそ、無事でいろよ、ウソップ。ここがヒスタリアか。他のみんなはどうしたんだ。俺たちとは違う場所に現れたのか、こっちに来られなかったのか。どうする。じっとしてる理由はねえだろ。行くぞ。おい、どこに行くんだよゾロ。どこって、ウソップを探すに決まってんだろ。それはそうだけど、一人で行こうとするなよ。お前だけだと迷子になるだろ。え、迷子になるわけねえだろ。どの口が言ってんだ。お前を探すのはウソップを探すより大変なんだからな。おいおい、チョッパー。なんだ。向こうで何か戦ってる。え、あ、この匂い、ウソップだ。行くぞ。妙にガランとしてやがる。なんだこいつ、頭の上に妙なもんつけてん。お前、怪我してるじゃねえか。草の化け物にやられたんだ。草の化け物。母ちゃんの病気を治すために薬草を取りに来たら襲ってきて。じっとしてろ、今手当てしてやる。それより長鼻の兄ちゃんを助けて。僕を守るために向こうで。長鼻のお兄ちゃん、ウソップだ。行くぞ。大した怪我じゃなくてよかった。応急処置はしたからな。俺たちが戻ってくるまでじっとしてるんだぞ。うん。ウソップ、今行くぞ。いた、ウソップだ、ウソップ。ん、チョッパー、ゾラー、お前ら来てくれたのか。俺はもう二度と会えないかと。話は後だ。その化け物を切り倒すぞ。俺様に任せとけ。射水開放。くそ、みんなは俺が助けるんだ。俺の出番か、一刀流。いよい、シッソンソン。刃こぼれすら己の恥だ。狙撃手の腕を見せてやる。
俺はもうあの頃の俺じゃねえ。みんな怪我したらすぐ言えよ。全部俺が直す。頼もしいな。ウソップ無事でよかった。あ、当たり前だ。俺がそう簡単にやられるわけねえだろ。それよりここは一体何なんだ。いきなり変な亀裂に吸い込まれちまってよ。ヒステリーだ。ヒスタリアだよ。そう、それだ。チョッパー説明してくれ。その記憶のほつれをほどく鍵を見つければ。うん、リムはそう言ってた。鍵か。しらみつぶしに探すしかねえか。そういやさっきやった坊主、頭の上に妙なもん乗っけてたな。ん？そういやあの光ってたやつ、記憶のほつれにそっくりだ。あの坊主が鍵だってのか。それはわからねえが、何か知ってるかもしれねえ。あいつのところに戻ってみよう。無事だったか、坊主。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃんこそ無事だったんだね。当たり前だろ。俺は偉大なる海の戦士。あんな草なんかに負けるわけねえんだ。ところでお前、その頭の、え、何のこと。その浮かんでる輪のことだ。分かってないみてえだな。どうしよう、これじゃ何もわからねえぞ。そうだ、俺薬草を探さないと。早く母ちゃんの病気を治してあげなきゃ。頭の上の記憶のほつれにそっくりな光の輪、ヒスタリアから脱出する鍵か、鍵につながるヒントに違いねえ。どうしたのお兄ちゃん。あ、いや、なんでもねえ。それより薬草探し、俺たちも手、また化け物に襲われるかもし。本当？ありがとう。聞いた話によると、いや、手当たり次第に探すしかないな。近くまで行けば俺の鼻で嗅ぎ分けられるかもしれない。そりゃ頼りになるぜ。さすがだな、チョッパー。褒められても嬉しくねえぞ、この野郎。それじゃ行くぞお前ら。あ、うん。なあ、どうしたチョッパー。もしかしてもう薬草を見つけたのか。あ、いや、そうじゃなくて、さっきの戦いで不思議な感じがした。確かに妙な力の流れを感じたな。言われてみれば俺も感じたな。まあ今は薬草探しに集中しようぜ。まずはそっからだ。そうだな。
行くぞ。狙撃手の腕を見せてやる。必殺開放。俺が相手だ。どけ。ここが正念場だ。鬼俺がまとめて相手してやる。鬼ウソップ様の出番で止まんねえから。まったく俺も強くなっちまったもんだぜ。チョッパー、おう、俺にマカウンポイント。切り替えのありそうな相手だ。三刀流奥義三千世界。するつもりはねえ。竜巻ちょ、俺は強くなったんだ。その力見せてやる。みんな怪我はないか。これで元気になるぞ。やる。必殺火薬星。いや、毒か。船長の邪魔だ。
お、これが薬草だ。でかしたチョッパー。ボス、薬草を見つけたぞ。ありがとう。これで母ちゃんの病気が治せる。これで記憶のほつれも解消できるな。ああ、力も取り戻せる。離せ！このガキ、やめろ！これは母ちゃんの病気を治すのに必要なんだ。こっちは大金のためにその草ずっと探してたんだよ。なんだあいつ。武装してやがれ。仇じゃねえな。おいおっさん、そいつの手を離せよ。先に見つけたのはこっちじゃねえか。ああ、なんだてめえらは。おい、おめえら。こいつやる気みてえだな。坊主、今助けてやるからな。悪いが、加減するつもり。三刀流奥義三千世界。どれ行くぜ。必殺カエル星。俺が相手だ。どうだ。引かねえなら切るまでだ。鬼ついてこい。あいつら坊主ごと薬草を持ってき。おぞ、あいつを助けねえと。目を離した隙にさらわれちまうとは。大丈夫かなあいつ。とにかく後を追うぞ。もう追いついてきやがったのか。諦めて坊主を返せ。こいつがこの薬草を渡せば返してやるよ。いやだ、母ちゃんの病気を治すためにはこれが必要なんだ。なら交渉決裂だな。待て、そいつに手を出すんじゃねえ。心配すんなウソップ、あいつは一人だ。何かする前に俺一人だ。スナッファッファ、果たしてそうかな。俺にはな、心強い用心棒の先生。あ、用心棒の。うわこ、スナッファッファ、てめえら覚悟。あの笑い方、それにこの展開、あいつさっきの砂族のボスと何か関係が。いいから構えろ、食われても知らねえぞ。では先生、やっちまってください。一体どうしまったんだ。なんだ。俺もだウソップ。理由はわからねえが、確かに力が溢れてくるな。あのトカゲには悪いが。そうだな。あう。準備 OK だ。鬼
俺たちの力見せてやろうぜ。行くぞ、ゾロチョッパー。え、ゾロ黒天ウソップ、やれ。おー、いやー、何だ。今がチャンスだ。行くぞ、ゾロチョッパー。トラ黒天ウソップ、やれ。おー、いやー、何だ。切りがいがありそうだ。行くぞ、ゾロチョッパー。トラ黒天ウソップ、やれ。おー、いやー、何だ。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。トーン、アームポイント。きっちり型をつけるとするか。鬼切れ。俺の方が強い、それだけだ。このキャプテンウソップに不可能などない。すごー、そんなサンドラオオトカゲの先生が。おい、スノボ、まだやるか。うん、許してください。ボス、大丈夫か。はい、ありがとう、お兄ちゃん。母ちゃん、大事にしてやるよ。うん、じゃあ、俺行くよ。本当にありがとう、お兄ちゃんたち。ウソップ